楽々、ミクロ経済学179ページの、ナッシュ均衡の、問題について、説明をしていきます。こちらの方を用意してください。179ページ、ナッシュ均衡を見つけるという、この問題になっています。まあ、ナッシュ均衡を見つけるというのは、ゲーム理論の問題の最も典型的なものだと思ってください。それぞれの、戦略が出ていて、まあ、こういうふうに利得表というのが出ていて、それぞれ、この問題で言えば企業 A 企業 B があって、それぞれこちらが A の戦略、A の戦略によって A の、まあ、利得ですよね、利得と、そしてこちらの方が、企業 B の利得というように、それぞれの利得というものが表されています。それでは、ナッシュ均衡を見つけるという作業に入っていきましょう。企業 A と企業 B、それぞれどのような、戦略を持ってくるのかというのを考えていきます。で、企業 A を見るときにここを見がちなんですけれども、ここでですね、紹介するのは模擬式ナッシュ均衡の見つけ方です。模擬式ナッシュ均衡の見つけ方っていうのはですね、ここを見がちなんですけども、逆にこっちから行くんですよ。企業 B を見るんですね。で、ここの頭にこんなのつけます。企業 A は企業 B がという、これをつけるんですね。これをつけて、ここからこのはとがをこういうふうにつけて、それでちょっと読んでみましょうか。そうすると非常に、あれ、なんかめちゃくちゃ読みやすくなるっていうふうに思います。いいですか。企業 A ですから、こちらの方を見ていくんですよ。こちらの方を見ながらやっていきましょう。いきますよ。企業 A、 企業 A は企業 B が C を取ったら、 C を取ったら自分は A を取ると3、 B を取ると6だっていうことが分かります。A はこちら側ですから、こちらを見るんですよ。したがって6の方が大きいので B を取るということになるでしょう。次です。企業 A は企業 B が D を取ったら、自分は A を取ると9です。 B を取ると、 B を取ると10です。したがってB を取った方が利得は大きいはずですよね。こういうふうにまず A の戦略が出てきます。で、次です。次は企業 B に行くんですけれども、で、企業 B を見るときもやっぱりここ見たい、ここのここを見たいんだけれども、あえてこっち側を見るんですよね。企業 B は、企業 A、B は、企業 A がというように、ここも頭にこういうものをつけてみましょうか。企業 B は企業 A がというふうにまずつけて、そして次は皆さん方は B を見るんだから、 B はこちら側です。いいですね、こちら側ですので、これで追っていきましょう。そうした場合に、企業、企業 B は企業 A が A を取ったら、自分は C を取れば9、自分が D を取れば8というふうになります。いいですね、こんな形で出ることになります。企業 B は企業 A が A を取ると、自分は C を取れ、 C を取れば9です。自分が D を取れば8になります。したがってここは C を取った方が望ましいというふうになるはずです。で、次いきましょうか。同じように見ていきましょう。企業 B は企業 A がB を取ったら、 B を取ったら
自分は C を取れば5、自分が D を取れば2という形になるはずです。ですね、こういう形に来るはずです。もう一度いきますよ。ここで企業 B は企業 A が B を取ると自分は C を取れば5、自分は D を取れば2という形になります。したがってここで C を取った方が望ましいということになります。それではここでこういうふうにそれぞれの戦略が出たのでまとめていきましょう。まず企業 A の戦略はどうなるのかというと、C を取れば B、D を取れば B というふうになります。これが企業 A です。企業 A はこういうふうにまとめるでしょう。次、企業 B です。企業 B は A を取れば C、B を取れば C という形になっていますよね。こういう形になります。で、それぞれ、企業 A、企業 B が、どのような相手がどのような戦略を取ってきたときに、自分がどのような戦略を取るのかというのが、ここで明らかになります。で、ナッシュ均衡というのは、逆さまにしたものが、要するに互換性があるものというのを見つけるんですよね。例えば、C と B、C ならば B を取る。で、相手に B ならば C を取るというふうに逆さまにしたものがあれば、それはナッシュ均衡になります。BC があるかったら、ありますね。ある。これナッシュ均衡です。になります。で、次です。D ならば B。D ならば B。ないですね。ない。で、こっちのも見ましょうか。A ならば C。で、C ならば A があるかってないですよね。つまり、この逆さまにしたものが、要するにこの BC は、互換性があるということがわかるので、互換性があるものに関して、ナッシュ均衡が成立するということになります。BC がナッシュ均衡です。ナッシュ均衡が、このように見つけられるということがわかります。で、次に、グラフを見て、ここがナッシュ均衡です。BC、これですね。で、もう一つ問題があって、これで4か5が正解なんですけれども、パレート効率的であるかないかというのが、ここでもう一つの論点で、出ています。で、もう一つの、パレート最適かどうかっていうのの判別法をちょっと思い出してみましょう。パレート最適です。パレート効率的でもいいですけど、問題にはなってますけども、パレート最適をどうやって見つけていくのかということの発想です。パレート最適というのはちょっと言い方は難しかったんですけれども、他の、消費者の効用を減少させずにもう一方の消費者の効用を高めることができない状況のことをパレート最適と言います。なんか難しいですよね。要するに、もう一方の効用水準というものを効用を下げないで、果たしてもう一方のどちらか一方のですね効用を上げることができるかどうかということを見るんです。で、そうした場合に、例えば今現在ナッシュ均衡というのが BC ってここで見たんですけれども、ここからパレート改善ができるかっていうのを見ると、例えば、C とか このですね AC だとか、BD っていうのは
確かに9とか10というように大きい数字はあるけれども、もう一方下げちゃってますよね。ただこれじゃダメなんですよ。もうどちらかの水準を下げないで上げる。下げないってことは同じ数でもいいんですよ。同じ数でもいいから下げちゃダメなんですよね。ということはここに、下げないで、パレート改善ができているところがあるので、ここが一応、この図の中では、まあ、パレート最適であるということが、読めます。したがって、BC がナッシュ均衡であるけれども、パレート効率的ではないので、4が正解ということになります。でここでね、もう一つ、問題として聞かれることがあるのが、支配戦力で、支配戦略なのかどうかっていうのを聞かれる時があるんですよね。でこれもちょっと言っておきます。で支配戦略っていうのは、相手がどのような戦略になろうと自分は一つの戦略しか打たないっていうことなんですよね。つまり A は、企業 A は相手が C を取ろうが D を取ろうが絶対にこの B で来るじゃないですか。 B で必ず来るということなので、企業 A にとって B が支配戦略であるというふうに言います。いいですね。どちらも同じ戦略で来るということなので、こんな形、支配戦略という形で、来るということが予想されます。そして同じように企業 B にとって、相手が A で来ようが B で来ようが、どちらが来ても必ず C で来るので、企業 B にとって戦略 C が、これが支配戦略であるということが考えられます。どちらもこのような支配戦略で来るということが想像することができます。まあ、これが問題文にあったら問題文で答えてください。本問ではナッシュ均衡を見つけるだけなので、4が正解ということになります。